津島先生、今日は VR のスタートアップの CEO にお越しいただいてるんですけれども、はい、VR ですとこの番組では一度ナーブの多田さんという方に、はい、ね、不動産の内見を、はい、中心にやられている会社がいらしていただきましたけれども、はい、今回はどんな会社ですか？今回はですね、私も体験したことがあるんですけれども、ロケーション VR の会社さんになります。ロケーション VR というふうに言いますと、実際のこうハードウェアを使った会社ですね、はい、ものすごい体験が、うん、受けられるっていう、本当に素晴らしいものを作られてますね。なるほど、はい、ちょっとなんか変わった経歴の社長さんだったそうですね、はい、どんな話が聞けるのか楽しみですね。はい、早速参りましょう。はい、けれども、はい、安藤さんの会社はしらすさん、はい、どういう会社さんでどういうサービスをされているのか、はい、お伺いしてもよろしいですか？はい、はしらすはロケーションベースの VR、まあ、施設に入れるようなタイプの VR を特にやってます。で、まあ、ロケーションベース VR っていうとなんかこうどっかの VR 屋さんみたいなイメージあるかもしれないんですけど、どちらかというと非コンシューマー領域です。ですから産業とかに使うようなものでも、だいたいその家庭では再現できない特殊なものを使ったりですとか、まあ、そういったものが全般に得意な会社になります。もうちょっと具体的に言うとどんなイメージ？そうですね、アトラクションのようなものを作るケースが多いですね。ですのでサンシャイン60展望台の人間大砲の形をした VR ですとか、あるいは魔法の絨毯に乗って冒険に出かけるといってこう絨毯がウィーンって動くようなのですとか、まあ、そういう体感を伴うような、エンターテインメント。でもまたあんまり表には出てないんですけど、シミュレーターをワンオフで作ったりとか、そういうケースもあります。なるほど。普通のそのなんていうんですか、法人向けのそのエンターテインメント以外の分野もあるんですか？はい、あります。まあ、基本的にはご相談を受けて、そのクライアントがどういうものを求められているかによって、まあ、お答えを返している。まあ、例えばですけど災害体験系などはそれに近いものとしてはありますね。まあ、それもそのなんだろう、いわゆる地震とかではなく、その訓練的なものであったりとか、まあ、そういう実際に体を危険にはさらせられないけれども、実際その迫力や焦りを与えないとトレーニングにならないとか、そういうものなんかはご依頼を受けたりする場合があります。なるほど。それはイメージとしては例えば VR 版のセガさんみたいな、はい、こんなイメージなんですか？ VR 版のセガさんでもセガさんはやっぱりすごいエンターテインメントゲームの部分でのやっぱり超すごいところっていう感じがするので、うん、VR 版の何なんですかね新しい領域ですかね。そうですね、何屋さんなんでしょうね。まあでもちょっとそういう特注的なところが、うん、いやいや色合いとしては強い部分がありますね。はい、まあ、大体においてスタートアップはうちはこのサービスを作るぜって一極集中で駆け抜けるってパターンがある中、割と初手の頃からお答えして受託で作るけど、結構毎回面白いものを作るにしてきてしまってるので、はい、いろんなものがこう揃ってきてるっていう。はい、そうですね。あといろんな発見があります。それがやっぱり大きいですね。そっか、これって思ってたけどダメなんだこれみたいな、もう踏んだ地雷の数だけ強くなったっていう感じですね。はい、VR は特に酔いますからね。そうですね、酔いやすいです。でもこの酔いの問題を解決するのにハードウェアはすごく有効ですね。なのでうちがよくそういう売りで言ってるのは、酔わない、飽きない、降臨浄感っていうのを打ち出してます。でこの3つのうちの2つはコンシューマーでは満たしやすいんですよ。酔わなくて降臨浄感とか、飽きなくて酔わないとか、まあ、いろんなのが結構できるんですけども、全部を組み合わせるのが結構難しかったりするんですね。それが体感でできることがあるんですよ。私もう3年ちょっと前ですけれども、はい、みずほ証券さんのイベントにはしらすさん の、はい、ブランコ型のが設置されていて、はい、乗ったことがあるんですけど、ありがとうございます。すごかったですね。もともとあまり酔わないので、どれぐらい皆さんがどうなのかっていうのは分からないんですけれども、はい、ものすごい臨場感で、はい、わーわー言っちゃいました、ね、そうですよね、ありがとうございます。ブランコをこう
これをかけて実際のブランコの形、ね、そうですね、物理ブランコで風も出るんですよね。そうです、割と大風量の風がバーってくるようになってるんですね、うん、でブランコの VR はあれ単体は僕らが作ってるものの中では結構酔いやすい部類です。割とその錯覚に依存してる部分があるので、ただそれでも面白いのは、あの人ってあの自己運動感覚っていう言葉があって、錯覚があって、よく電車で座ってる時にお隣の電車が動いたら俺が動いたって勘違いするじゃないですか。あの時結構自分の中に加速度も感じてたりするんですね。でなんでそれは起こるのかっていうと、周辺視野が同じ方向に動くと人はあの自分が動いたと思うんですよ。なんかすごい当たり前のことを言ってるみたいですけれども、でそれと同じことがブランコ体制でやると何が変わるかっていうと、あ、すごい体傾いて感じる、すごい体傾いて感じるよって言いながら、いや傾いてますよあなたがっていうことが結構反対側にこういうふうに起きたりして、でそういう部分が実は結構余裕を低減させたりする効果があったりするんですね。いやすごいんですよ、あの、バーチャルの東京駅の前のところの、まあ、ビル街みたいなの中を、あのまあ、実際にはないんですけど、その空にこうレールみたいなのがあって、うん、そこにブランコがこうぶら下がってる感じで、うん、ジェットコースターみたいにグワーってあの動くんですけど、自分はすごいつもりなんでわーって言ってるんですけど、うん、それはあの外から見てるとどうしたのっていう動画に撮られてまして、うん、恥ずかしい恥ずかしい動画が出てしまったわけですね。そうなんですよ、すごい恥ずかしいんですけど何も動いてないんだけど、うん、うおーとか言ってるだからあれはちょっとね、人に見られるのは恥ずかしいですよね。あ、それよく言われます。ロケーションもそこ正解がないんですよ。あの、うん、他に見せて、うん、あの何でしょう、客引きをしたい施設側の思惑と、はい、うん、見せ物にされるのが嫌だっていうプレイする側の恥ずかしい気持ちとか、そういうのはせめぎ合ってますね。どっちが正解だろうみたいな。なるほど、なるほど。この辺は全部試行錯誤なんですね。そうです、ただ傾向はもちろんありますよ。例えば見られて嫌なのは、女性はやっぱりその傾向は比較的強いため、あの女性向けのいわゆるイケメンの男性とその触れ合えるような体験はだいたいクローズドにして、他から一切あの見えないことで存分に、まあ、燃えられる、うん、尊いできるっていうことが、はい、ありますね。例えばそういうユーザー様の属性に合わせて、子供はそんなん逆に全然気にしないから、キャーキャー子供が言ってるので楽しいみたいな、はい、まあ、これが答えてないんですけど、傾向はありますね。なるほどね。はい、風はやっぱ大事なんですか？大事ですね。これはいや実際今こういうクローズドな建物の中でも歩いたら風って当たるじゃないですか、うん、つまり人って自己が動いた時に必ず身体内に加速度と風、うん、皮膚表面に、うん、これは必ずあるんですよ、うん、でこれは必ずしも動いた方向に一致しなくていいです、うん、まあ、ファンアレイのようにこう扇風機をいっぱいやってみたいなことはそんなにいらなくて、だって屋外は実際歩いてるとき風いろんなところから吹いてるじゃないですか。無風が気持ち悪いんですよ。無風無加速度に置きながら自分が移動してるっていう部分が気持ち悪い。そうだから、ここはね紛らしてあげないといけないです。そこはやっぱ風が必要だった、あった方がいいですね。断然没入感が増して断然余裕を低減できますの で、 でこれはそう、でもこれは私らは感覚的に創業前からも知ってたぐらいだったんですが、この風が酔い低減効果があるようは比較的最近研究の中で論文になりました。へ、あ、今更って今更ってことですね。あ、今ここみたいな。まあ再現性とってやるの前にはまず発見がなきゃいけないので、まあ、ある程度こういうふうに VR というのが出ていったことによって気づきがあったんでしょうね。なるほど。あれですよね、これ見てらっしゃる方はどんなものなのかっていうのはなんか見れるのかしら、なんか挟んでもらえるのかしら、なんかこうパコッと入れていただければ、ね、こんなの柱さん作ってます、ね、こんなのです、あった方がいいですね、はい、あります、あります、ね、ぜひちょっと挟んで、はい、今日ここに持ってくればよかったんですけどね、あねやっていただいてちょっと150キロぐらい小さいんだけど大きいのでいや、あまりにも面白かったので、はい、ちょっと何かこうフィノラボにも置けないかとかっていうのを、うん、はい、あの真剣に考えたりしたんですでしたよね、ご検討いただきましたよね、うん、いやまだ受け付けてますけど、はい、あれコンテンツも、はい、あの皆さん面白いからこう使ってみたいとか、ご自身でもその会社さんで、はい、作ってみたいっていう会社さんって多いと思うんですけど、はい、まだやっぱり一つ一つ作るのに結構時間とコストっていうのはかかるものなんでしょうか？それをですね、今ちょうどね、何とかしたいと思ってるのがあるんですよ、はい、今言ったようなパーソナルモビリティ型にし、うん、かつこの筐体が家庭用電源に一個プスッとさせばすぐ動くっていうすごい、はい、であのコロコロ自販機みたいに倒して転がせてみたいな、はい、そこまでまあなんとかいけましたよと、はい、でですね、考え方としては、はい、なんかこれを展示会や商品説明とかに使えないかなってのはそう思ってるところで、要はこうパスをギュッギュッとこう
通っていくという一つの体験と、一つのそのそこそこ綺麗な世界を作っておくじゃないですか。でここの脇に置くモデルはご自身のお持ちのご自身のプロダクトを置いて紹介をしていただく。これはどこ向けかというと、展示会に持っていけないぐらい巨大な機械を作ってるとこ向けです。つまり結局生ものを見せたいじゃないですか。究極これを買っていただくというのには生を見ていただくしかないはずです。でも大きなものというのはじゃあ北海道にしかありませんよとか、その現場に来てくださいというのは結構大変で、結局そう展示会とお客様とまさに接点があるときに、そこの魅力の一端に触れられていいなって思ったら生見に来るじゃないですか。その過程というのをバーチャルで非常に高臨場感で、そのスケール感ですとかそういうものが分かり、別にまあワープでもいいし、そこから眺め回すだけでもいいんだけども、こうぐるーっとこう見て回ったり、一定尺内で説明とともに見ていけるってのが、これはもしちゃんとこれが形になったら定番の展示会に置くディスプレイと同じようなものになるかもしれない。それだと供与いただいたモデルをはめて適切な音声ガイドを入れて以上終わりみたいなので、すっごいローコストでできるかもしれない。からここはトライしてみたいところですね、今年にも。でもこの錯覚をこううまく使ってこう臨場感を高めるっていう、この発想はもともとどっから出てるんですか？これがですね、私が今その創業者社長をしてこうテクノロジーの分野で VR、XR ってやってるんですけど、前職が芸人でしてですね、ずっとプロマジシャンをしてたんですよ。15年ぐらいプロマジシャンをしてて、人の目を騙して楽しませるっていうことをずっとやってきたので、そういうその錯覚的に VR で起こるこの感情の変化ですとか、今確かに臨場感を感じるかっていうセンスがそこで磨かれていたんですね。はい、オーディエンスをどういうふうにこう騙すかっていうか、騙すかです。そうです、そう、クライアントをいかに騙してお金を取るかっていうところにこう苦心してるわけですね。なるほど、まあ、そこがあれなんですね。そうか、だ今そのプロデューシングと社長業が一緒になってる形になってるんですか。そうです、そうです、うん、でももともとそのマジシャンでいらしたというのも、はい、あのウェブサイトを拝見したら、その江戸古典奇術師という、そうですね、手妻です。和服を着てこうドドンほーってやってました。水が出る、そう、そういうのやってました。エンターテインメントという意味では、まあ、本当に、はい、あの一貫されてるのかなと思う一方で、はい、そのトラディショナルなところから最先端のところに、はい、ある意味振り切れてだなっていう、やっぱその方がキャラ立ってるかなと思っていや、まあ、さておいてやっぱり江戸古典奇術と申しましても、結局言われたことをいいダクダクとするようなタイプではないんですよ。あの、まあ、大体そこの芸能にいる人たちはそこを考えます。要するに歌舞伎ほどにまで形定まっていて、過去の偉人のものの継承で相応にその場ができてるんだったら、まだしもみんな知らないじゃないですか、その古典奇術というもの自体。じゃあこれをいかに届けようかっていう部分は、あらゆる手段を通じて、そのテクノロジー、動画配信、投稿、SNS、 いろんなもので、あの私は好きで試みてきた中で、まあ、なんか新しいそういうサービスに触れると、これってこうやって使ったら面白いんじゃないみたいなのは割と好きでずっとやってきたので、 VR に出会っちゃったって感じですね。どの段階にでもその VR に出会ったんですか？2013年のオキュラスリフトの DK1 が出た頃に、いわゆる今の VR を盛り上げた皆さんがいるんですよ。あの五郎満さんって方や大岡一門さんって方や、あのその当時に VR 村コミュニティがあったんですね。その人たちが本当にすごく魅力的で、すごくそのビジョナリーな人が集まってて、もうそんな人が他の仕事してるんですよ普段は。だって VR まだお仕事にならないから。それが夜な夜な同じところに集まって、エクシビーさんという会社のところに集まって、みんなでいろいろ意見交わしてる、そこにおもむろに乗馬マシン持ってドーンってやって、乗って合わせたら面白くない、面白いって言ってたら会社になっちゃったみたいな感じなんです。なるほどね。そうなんですよ。なるほど。じゃあ立ち上げのメンバーもそこの人たち？ですね、そうですね、あの創業者メンバーは実はちょっと違っていて、学生の頃からのマジシャンの友人で、そうなんです、取締役がみんなマジシャンの会社ですね。すごい。そうです、マジシャン取締役。そうなんですよ、もう一貫してますよね。なので他で経営をやっていて得意、他であの弁護士をやっていてというところがファウンダーで、プラスエンジニアの人たちはあの趣味の頃からやってる人らと一緒にやっていたり、まあそれからどんどん仲間が増えてみたいな、あのそういう形です。つまりうち自体は趣味的活動から VR プロダクトを作り出し、やってるうちに成り行き的に法人になっちゃったっていう。そうなんですよ、だからもう法人にした初年から売り上げが
立ってたみたいな、お仕事があったので。なるほど。あれですね、なんか面白いですね。あの立ち上がりの時期って多分結構そういうのが多くて、あのインターネットのビジネスなんかもね、当時はこうなんか、ね、ギークの人たちがこう集まったところから出てくる、そうですね、あの系譜をこう辿っているようなイメージですね。はい、確かに確かにそう思います。でもみんながあのマジシャンっていうスタートアップは、まあ、須島先生でもお会いになられたことはちょっと見たことないですね。すごいですね、なんか VC とか騙しちゃったりして、ここに契約書がありますよねさっと消えちゃったりして、そうそうそう、文言変わっちゃう、こうオーツ入れ替わっちゃったりしてそういうのやりたいな、ちょっと炙ったらみたいなでもやっぱりそのそういうこうエンターテインメントというか、はい、あのこう錯覚を起こして楽しませたいっていうお気持ちがすごく強いのかなと。強いですね。それはなんかこう原体験みたいなものがあったり、原体験、原体験、はい、うん、まあそうですね、いやまあ単純にそういうお客様に、お客様がびっくりする、驚く、楽しむが好きというのがあるんですよ、うん、でここら辺が VR と絡んだ時に結構その悩みがあるというか面白いところがあって、うん、あのですね、私は今みんなが VR と呼んでるものの多くは、うん、結構多くが VR じゃないと思ってるんですよ、うんうんうん、これは何かというと、バーチャルリアリティというのは実質的に現実ということなので、うん、言うなれば自分の置かれている状況を現実と誤認するかしないかという部分が絡んでるんですよ、うんうんうん、しかし今とりわけコンシューマーの VR の多くは、うん、高視野角の情報を得るということに、うん、あくまでも軸が置かれていて、うんうん、つまり広いディスプレイ、セルフドームになってるんですよ。じゃあ果たしてそのセルフドーム体験というのは本当に現実か否かで考えると現実じゃないというふうに思いますと。じゃあ本当に現実と誤認してるとどういうことが起こるかっていうと、絶叫です。要はうちのそういうアトラクションって大体みんなキャーキャー言ってこう楽しんでいただくんですが、その時とりも直さずその人の頭の中にはそこが現実というふうになってるんですよ。つまりですね、私はあの思い返してみると、このロケーションベース VR をやりたかったわけじゃないんです。ただ単に今ある VR というのをもっと高臨場で没入的で現実と間違えるような超面白い体験をしたいと思ったら、今のヘッドセットだけでは機能不十分なんですよ。そうなんですよ。なのであのハードウェアを伴った体験にします。でもこれはビジネスサイドからだけで見るとスケーラビリティには明らかに難ありというか、もう創業前ぐらいからずっと言われてまして、そんなハードつけたらだっていっぱい広がらないじゃんって言われたら、そうだけどさっていう、そうなんですよ。そこはそあのいわゆる事業、その事業をやる人間としてはもう究極悩ましいところではあるんですよ。じゃあそういう没入感がなくても何でもいいのかっていう中で、でも自分がやりたい VR はここだよなっていうのは、はい、でも大きなお金積まれたら別の仕事もするんですけど、それはもう金額と相談なんですけど、まあでもこだわりとしては一応そういうところが、好きがやっぱり優先して、好きやりたいを優先しちゃってはいるんですけど、まあおそらくある程度適性があるおかげで、まあ今のところはなんとかやれてるみたいな状態ですね。うん、でもスタートアップというのはもうエクイティで入れていただいたりはしてるため、これをやっぱりドーンと増やしてお返ししなければなっていうことはやっぱり駆け抜けてちゃんと出口作らなきゃっていうのは思ってるんですけれども、さあじゃあそこをちゃんとに早くそのやれるかっていう部分はあの自らに課してるところでもあります。でもハードが絡んだら絶対できないってわけじゃない。世の中には上場してるハードウェアのスタートアップっていっぱいあるわけですからね。だからハードプラスソフトプラスコンテンツっていうので、今ない未来にもっと VR はもっともっと現実っぽくなるんですよ。それはどんなハードを使ってるかな、もしかしたら神経にブニュって刺すかもしれないんですけど、そういう時代を先取って可能性を見せるような、そういうことをやりたいと。なるほど、はい、このレディープレイヤー1みたいな世界が来る、レディープレイヤー1が来るかはちょっとわからないなちょっと悩んでますねそこは。あのでもイメージは大筋間違ってはないというかですね、でもレディープレイヤー1よりは、あのむしろ私は電脳コイル的な方が早く来やすいかなと。実用と遠いんですよ。レディープレイヤー1はやっぱり現実を一切切り離してしまうんですが、今から考えるべき XR というのは、
その現実を切り離すのは一要素だと考えるべきです、うん、だからまあわざわざ XR という言葉が出たように、うん、その私は最初当初 XR という言葉が出た時にちょっとなんか違和感を持ってはいたんですね、うん、なぜならいわゆる VR の本来的な概念から言ったらそれも VR の一部じゃないのと、その講義の VR の中に含まれるのちゃうかなと思ってたんですが、やっぱり近年この XR という概念は古典 VR の中にはまあまあまあ結構なかったなと思える部分はあるんですよ。そのとにかく現実との関連付けやその座標のシェアリングだったりいろんなものがやっぱり過去そこまで想定されてなかったものが割と入ってきてるなというふうに思っていて、結局まあ何でしょうね、未来的な話をするんだったらわざわざ VR だの AR だの呼び分けることそのものがナンセンスですね、うんうん、近年は延長線だって、そうです、空間コンピューティングと言われているように、うん、このまず現実ありきなんですよ。でも現実があるけどそれが別のものに変化したり、うん、でも一部は現実のそのままで現実のお人が付加情報がある場合もあれば、うん、と思いきや全部違うものになって、うん、お隣に座ってるのが謎の宇宙人になってるみたいな、うん、そのまあよくわからないそういう人の近くに認知において、うん、こういうさまざまなことが何かの技術の呼び分ける必要なく、うん、混然としているような状態、うん、そうです、そうです、ね、まさにそうですね、まあ、どっちも錯覚は錯覚、そうでもただ一方でやっぱり現実との関連付けがなくなるということは、うん、すなわち現実の身体の安全性を担保できないということになっちゃうんですよ、うん、まあ、よくあるギャグのような VR やってるどっかぶつけてうわーみたいなギャー痛いみたいな、そうでもあれはあははって笑えることですけれども、うんうん、結局本来的なこの XR の進む道は車の運転中だってつけてるべきだし、就寝中はさすがに外してもいいと思うんですけど、まあでもほぼほぼやっぱり1日つけてになっていく未来があるじゃないですか、あると思ってるんですよ、うん、でそれはまああの最低限でもメガネ型ぐらいにはしなきゃいけないし、なんなら結膜炎を起こさないコンタクトだと最高みたいなそう、まあ結局視覚や聴覚というのをオーバーライドして、あの他のものをシャットアウトもできて、全置換もできるし半置換もできるしパススルーもできるしみたいな、はい、そういう未来なんですよ、うん、まあ、もちろんどういう順序でどういうふうにクリアしなきゃいけない課題はいっぱいあって、うん、それが何年後かっていうのはもはや予測不可能なぐらい遠いんですけど、うん、来ます、来ますね、はい、これ今そういうふうに見えてらっしゃるところの、でもその、まあ、いわゆる AR 的な部分は直接は今手は入れませんという形、あ、まあ、ちょっとやってますけど、でもプロダクトレベルでサービスレベルではやってないです、うん、なんでかっていうと、まずハードね、え、うん、圧倒的な降臨場感がないからです。そこなんですよ、内装としてそこが大事、圧倒的な降臨場感を作り出し、それを求める人に届けるっていうふうにしたんです。そうです、そう、なんかね、ミッションとしてもうちょっと人の役に立つような方向かなと思ったんだけど、どうやって自分の中を掘っていってもそこより、そこよりあの、いや、降臨場感を作りたいの方が先立っちゃったので、そう、でも今までやっぱりあのちょっとおろそかだったのは、ちゃんとそれを求める人がどこにいるか、ターゲットが戦略が不在 で届けるということに本気になってなかったっていう部分はありますね。だからもっと価格感やお求めの内容の正確なニーズを汲み取って、どこにペインがあるのか、どこにゲインがあるのかっていう部分に対してちゃんと、そう、でもいるんですよ世の中には。例えば最近医療関係の人とかと話していても、うん、やっぱり死体が不自由であられたり、うん、長期入院をされてると、その人のとっての現実って病院の窓から見える景色か、うん、テレビの中の景色になっちゃうんですよ、うん、でももし本当にすごい降臨浄化の体験で、うん、野原を駆け巡って、うん、奥の動物とかと触れ合えるような体験できたら最高じゃないですか、うん、その人の QOL 上がるじゃないですか、うん、そういう体験ってやっぱり VR の持つ価値としては他に変えがたいんですよ。他のでできますかって言ってできないじゃないですか、はい、そう、だから結局そのよく悩むところに、これは実はただのディスプレイでいいんじゃないかとか、あの大勢座って椅子に揺られてやる VR って商業的には成功するなって思ってるんですね。でも自分がやりたいかって言って、あ、でもそれだったらスクリーンでいいんじゃないかなとか、その、そうなんですよ。だから何が違うのかっていう部分に、つまり我々の中の一つの境目は、実質的に現実なのか、単なる格子やテレビなのかっていう部分の悩みですね。でもやっぱりやりたいのはこっちなんですよね。でもやりたいところをやらないとね。でも事業も続けなきゃいけないから悩みですね。拡大継続の中ですよね。でもやっぱり軸がぶれちゃうと、はい、あのなんて言うんでしょう、そのすごい突き抜けるものがなくなっちゃうので、はい、そこにあのこだわってらっしゃるっていうのは素晴らしいなと思いますね、はい、そういう没入的な VR は任せてください、僕の会社は
VR に関わってる人が来て驚きます、うん、こんなとこまでできるの、うん、俺 VR の可能性舐めてたわっていう人が、来るとそう、うん、VR ってここまで行くんだっていうのはすごい、あの外国の方とかも大使館の方が結構ご紹介で、日本行って VR 何見るって言ったらとりあえず走らすっていうのが、うん、結構あの言われてくれててですね、うん、そこのあたりはでもすごいですよね。あの実際にそのあのディスプレイでやられるようなのも過去にいろいろやられてたんですね。そうです、そうです、よくご存知で、うん、その辺のなんか強み弱みをこう全部こう理解をされた、そうですね、ロケーションベース VR 協会というのを私が発起人で、うん、あの代表理事を務めさせていただいてるんですが、うん、まあ、そういうあらゆる非コンシューマーが、うん、どういうところが課題でどうやったらこの世界はもっと楽しく発展できるんだろうっていうことを、うん、あの各社様と一緒に真剣に討議してるところですね、うん、なるほどですね。うん、なのでそこは自社内だけでも、うん、やっぱりいろんなものを作った上での発見、うん、たくさん失敗、うん、もう地雷いっぱい踏んでるみたいな、うん、あ、それはね3年前に踏んだ地雷ですね、うん、みたいな、ね、これがアセットですね。そうなんですよ、財産ですね、うん、そうだと思います、お客さんが来てこれできますかみたいな、そうそうそう、それはね失敗するんですよ失敗したんですよですね説得力がね、あ、もう間違いですよねもうやってるみたいな、もうやってますそれみたいなうんとこですもんね。その中ででもここだってい う, こう筋を今見つけたぞっていう感じですね。そうです、そうです。うん、まあとりわけあのロケーションでやっていて強く感じるすごく面白いのはユーザーエンゲージメントですね。あの多くの VR のそのロケーションの体験というのはやったら面白かったって感想がすごく多いんですが、他のいろんなものに比べてこれ完全に個人体験なのでやる前に魅力が全く伝わらない、分かんないですね、他の人に説明できないからね、はいはい、強いて言うならやってる人のリアクションがわーだったりするとやってみたくなったりするようなところはあります、うん、だからサンシャイン60展望台であれは電通様と野村工芸者様と一緒にやって、うん、我々は VR 部分をまさに預かり、かつ筐体へのその、うん、まあ、コンサルテーションというか我々がこういうふうにしましょうってやってったんですけど、あの大砲の形というプレゼンテーションは最高ですね。何しろですね、ここに人間大砲があってガパッと開けてそう入れられてガチャンとこれで発射される VR ですから、やってる様子からしてもうやりたいんですよでもそこはすごいでかい床を取ったり高いメカになっちゃったりするので、全てそれが正解なわけではないんですが、やる前からのやりたさがとにかく重要である。しかもやっぱりわざわざこれをですね、こうしいのこうしいのってやっぱり心理的な障壁めちゃ高ですよ。荷物だって取られちゃうかもしれないし、なんか人から見られたら嫌だし、お化粧が髪型がってなるじゃないですか。じゃあそれを飛び越えるのは何なのって言ったら、飛び越えてでもその世界に入りたいとやる前から思うことなんですよ。そうそうそう、やった結果じゃダメなんですよ。だから IP かけ VR がいいって言われてるのは、キャラクターのその世界が入れますよ、キャラクターの〇〇さんに会えますよ、悟空と修行できますよって言われたら、やるやるってなるじゃないですか。そうそうそうです、そうです。つまりどことお客様と事前に繋がるかなんですよ。だから、まあ、ターゲット戦略があらゆるそのビジネスで大事じゃないですか、ターゲットは。だけど VR においてはその重要度というのがさらに一段階上がってる感じがします。そう、なんかわかんないけど、とにかく丸々の世界に入れるんでしょ、じゃあやるわって言ってお金ボーンと出してくれるようなところじゃないと大変。まあ、やっぱりそこでしか体験できない、まあ、あの先ほどおっしゃられていたような危険だから普通は体験できないとか、それもありますよね。まあ、そういうこう現実ではなかなか難しいとか物理的に難しいとかっていうことの方が向いてるっていうことなんですね。それが多いですね。バーチャルリアリティにする価値は現実にやるとハイコストなものと現実にやることが不可能なものです。つまりこれは何かというと、宇宙に行ったり深海に行ったりっていうのはコストすごい高いですよね。大砲のやってみたい。そうで、不可能なことはまさに過去に遡ったり未来を先に見たりアニメの世界に入ったり、まあ、そうそうそうです、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 そうです。これはやっぱり価値高いですね、ならではになるからということですね。はい、なるほど、なるほど。ここもそうですね、やっぱ筋ですね。そう、そうなんですよ。でもアニメの世界とかの、うん、あのあれは結局そのどのキャラを使って、うん、それがあと何年、うん、それだけの熱量があるかとか読まなきゃいけないですよね、コストもかかっちゃうので、うん、そうですよね、うん、比較的みんなの知っててちゃんと息の長い IP じゃない、うん、まさにマリオとかこういうところにどうしてもなっちゃう、ね、そうですね、うん、世代もそれなりに広く
やりたいですね、うんうん、VR お子さんダメなの辛いんですよね。そうですよね、あれやっぱり厳しいですか。あ、いや、あのメーカーがダメと言ってるので、大手のメーカーはメーカーが製造者が NG を言ってるものを禁止を破って使うことは日本ではまあやらないでしょうね。はい、でも多くのヘッドセットが13歳未満は NO って言ってるので、うんうん、ここはやっぱり最後までこれは続くんですか。結局子供ができるかできないかって結構大事な要素ですよね。大事です。その遊園地でもそうですし、その他の施設でも動物園でもどこでも大事ですが、うん、その大事というところを分解して考えるときにですね、うん、一つは事業者として見た時のビジネスチャンスという側面は確かにあるんですが、うん、私はこれは非常に小さい視点だと思っていて、そうではないです、うんうん、XR の可能性はもっと小さい頃から定常的に触れてるべきなんですよ。学びの機会やそういうところをどれだけ損失することかということが僕は最大の懸念です、うんうん、ですので今その実はロケーションベース VR 協会の一番の設立の熱量はこの13歳の問題というところをなんとかしようと、まあ、問題というのもちょっと語弊があるんですけれども、でその中で我々はガイドラインを一つ提示し、従前なその資料調査のもとに7歳から12歳両親同意のもとでっていう、ただしそれはヘッドセットメーカーの基準が曖昧なのに限るとしてるんですね。でこれは例えばですけど今多く適用されるのは HTC の Vive です。これは Vive ランドっていう台湾の本国でやられてるやつは6歳からの展示でやられてて、オフィシャル的にそこはやられている部分がありますと。で現実世界中の施設が2014年頃から立ち上がって、うん、もう相当な人数のご体験がされてるんですが、うん、実際的な事故事例ですとか訴訟事例って私らの調査の範囲ではないです、うん、つまり子どもの目に明確に悪影響であったっていうのはないですね、うん、ここはでも大きいですよね。そのなんて言うんでしょう、テレビもそうですしスマホもそうですし、まあ、はい、結構こうで目に悪かったりいろいろ悪かったりするものはこう存在しているわけですよね。でここはその、ね、リスクと、ね、ベネフィットのバランスでものをやっているわけです、ね、そうです。だから我々は XR デバイスが目に悪い、目にいいとは絶対に申しません。絶対目に悪いです、うん、こんなところにディスプレイがあって目にいいわけないじゃないですか、うんうんうん、あと服装調節矛盾といって目がクロスする位置とピントの位置がずれたりするような問題はあるんですよ。だって画面ここだから、だからそれは分かってるんですよ。そんなことは十分分かってるんですけど、じゃああなた目に悪いからって言って全てのテレビスマホがない生活が想像できますかっていう、空間コンピューティングってそういうところなんですよ。でやっぱりこれから広がっていく未来の期待っていうのは XR にこういうふうに世界が切り替わっていった時に、今人がスマホを見てる時間は1日のアクティブな時間の3分の1だったかな、確かそのぐらいのはずなんですよ。5時間とかじゃなかったかな。でそう考えるとですね、そのコンテンツに触れている時間は今よりも飛躍的に大きくなっていくはずなんですよ、うん、つまりこれがマーケットになってくるんですよ、うん、そうですね、はい、なので今あるスマホ市場全部ひっくるめたやつのさらに3倍ぐらいにまで可能性が広がる可能、うん、あるかもしれない、うん、でもそういう中でやっぱり目に悪い目に悪いっていうのを期待して、うん、もうこれって何を意味するかっていうと、人間が一生で学習できる量が劇的に変わるかもしれないんですよ。ちょっと気になってこう植物を眺めたら、この植物が何の種類でどこ生息でとかピュって出たりとか、あるいは人でお会いして、あどこであった誰さんだっけって思ってこうお名前が出てくれたりとかですね。欲しい切実に欲しいですよね。はい、でもそういう現実と結びつけられていたり、その興味好奇心からの学びみたいなものってすごく自然に溶け込んできて人が進化するんですよ。だそういうことをもっともっと小さい時から、うん、目には悪いって悪いですよ、うん、悪いですよ、うん、悪いか、で悪いんですけど、うん、じゃあその悪さを持ってなしでいいかっていう部分には私はいい塩梅のバランスでいきたいな、だから気にしないでほしいなって思うんですよね、うん、いやおっしゃる通りですね、うん、将来的に、はい、こう VR、まあ、AR、XR、はい、が当たり前になった世界、なりますよそれは、まあ、それは、それはいつ頃どういう形で来るものなんでしょうか、はい、結構そこでいや難しいんですよ、ね、そうなんですよ、まあ、分かってることはギークでテッキーな人はそこそこそういうものを頭に乗せることに抵抗感は少ないんですけど、うん、Google グラスでさえカメラが問題になるように、うん、今実は XR 系デバイスってみんなカメラは乗っちゃうんですよね。外界を認識してやるじゃないですか、うん、でそういう部分への反発などはやっぱりどの段階で超えられるかっていうのがなかなか、まあ、あと技術的にも将来的な話で言うんだったら、うん、
まあ、よく MR 系には3つ課題があるってのは言われていて、服装調節矛盾であったり、この視野角フォブの問題であったり、あと1個なんだっけな、うん、まあ、そういうのがいろいろあるんですけれども、うん、あとオクルージョンだ、遮蔽ですね、うん、で結局これが溶け込んでいく未来っていうのは、うん、もっと今見てる中の視野広い場所に現実も見えるし、仮想物体も見えるし、仮想物体で覆って現実を見せなくすることもできたりするしっていうところは、今見えている技術を並べていくと解決が実は難しいです。できないものが多いですね。そうです。だからそういう意味では今一瞬ちょっとリッチな MR 体験 XR 体験はビデオ C するのが幾分分がいいかなって気がしますね。映像撮影したものをこちらのディスプレイに映す、でもこれはカメラの位置と目の位置がずれてるため、人の認識として知覚として快適にならない。答えがねないんですよ、ある意味においては。本当に最良最高の体験の片鱗がまだまだ見えないところがあって、まあそういう意味では XR マーケットへの期待は過剰にあった上で、いやまだなかなか来ないよね、意外と台数出ないよねっていうところで、いわゆる出資に対する温度感の下がりとかは感じてるところですね。遠いなとは思うんですが、私から見てもじゃあこれが5年後です10年後ですと断定的に言うのは難しいですね。はい、でも20年は経たないんかな、10年ぐらいで人口の半分ぐらいが使ってるといいな。でもそれ結構早いペースですよね。10年か、10年は無理かな、15年順番としたら ゲームからこう徐々に違うと思います。違うと思います。それはスマホと同じです。スマホが劇的に変わったのは、スマホを買ってでも得られる便利がスマホの値段を超えた時ですね。だって必要なんだもん。そもそも物の値段に高い安いなんてないじゃないですか。家は高い、車は高いって言っても、それよりもベネフィットが得られるかどうかに尽きるじゃないですか。その点においてのそのゲームに避けるところの可処分所得に比べて、何しろそのゲットした瞬間それ以上の価値が生まれるわけじゃないですか。はい、そっち方面だと思います。なるほど。だってスマホって今スマホのゲームすごい爆稼ぎしてますけれども、はい、スマホの普及を後押ししたのは便利ですよ。はい、それで普及してインフラになった後になってから、その中での遊びはマーケットとしてはむちゃくちゃ魅力的になるでしょうね。なるほど、はい、順番はそっちだと思います。なるほど、深いですね。深いですね。いやもうなんかでもみんな言ってますよ、別に僕のユニークな考えじゃないですよXR にいてやってる人はやっぱり便利を持って普及というのは割と固く思ってることですね。鉄則ですね。はい、ではもう最後に、はい、そういう中で安藤さん、走らさんとして、はい、の未来っていうのは何を目指していこうというふうに考えられて今活動されてるんです。基本的にはその時にある一番の高臨場体験というのが時代とともに変わってしまうんですね。なのでそこを追いかけたいというのは一つにはあります。でじゃあ今そういうところでというので、非常にショートスパンでっていうと、そういうパーソナルモビリティ的体験と乗用車のシミュレーターのような体験というのは喫緊の社会課題に対してリーチしうるというふうに思っているところがあります。でそういう場所は、まあ、ある程度実現をしていきつつというところではありますね。ただ追いかけるものはやっぱりみんなのこのコンシューマーに行き渡るよりもちょっと前のところというか、むしろそういう普及を後押しするような立場ですね。皆さんがタッチポイントとして触れた最良最高の体験のその空間コンピューティング XR というところに私らの出すものがありたいというのは思っているところです。なるほど。じゃあもう10年後も、はい、10年後の時点で、その5年後とかを、そうです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 、その通りです、はあ、素晴らしい。一貫してますよね、そのやってることっていうか思考が一貫してるってやっぱり。そうですね。いやでも迷いの時期は結構あって、事業があまりうまくいかない時にピボットを考えるじゃないですか。でもピボットってなんだっけと思うと、基本的に軸足を残しながらこうピボットしたりした、だから改めてそういう時に俺の軸ってどこだっていうのはやっぱりすごい考える機会があって、でよく考えてったんだけど、儲かりさえするんだったらこっちに行こうって選べないわっていう自分に気づいたって感じですね、はい、だってそもそもなんでこれ始めたのよっていう、そう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 そこはずらせない、よしこれからは AI だみたいななかなかそんな感じにならなかったですね。なんとなくでもそのなんか猪子さんに通じるところがあるんですよ。猪子さんはアートですけれども、でもその必ずしもそのスケールするボンっていうモデルじゃないけれど、もうずっとそこはこだわり続けてたじゃないですか。でその結果ハルミの方でしたっけ、はい、あれがこうねバンってできて、で、ね、外人さんがもうひたすらこう来るみたいな、
な、はい、あそこたどり着きましたみたいな、うん、そうですね。でもあれの雛形の頃は、うん、ウェブサービスの方がむしろ、うん、あのチームラボを支えていたっていうのはお話には聞いたことありますよね、うん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 、そうですね。だからみんなの目立つ活動と儲かる活動が別に、そう別の部門を持たなければいけない、うん、やっぱそれ ねだって時間軸がやっぱりあるから、うん、そうですよね。なんか見かけられる何かみたいなのそうですよね。いやそこ考えなきゃいけないんですけどね、そうなんですよ。でも僕の考えるそういうすごいもの面白いもの儲かるものみたいなののこう結びつきがちょっと弱いんですよね。アイデア方向の中にそういうちゃんとその儲かるって難しいじゃないですか。高く売れるとイコールじゃないですよね。こう継続的にどれだけ積み上げられるかとか、その時の再生産にどれだけコストかかんないかとか、そうでも、ね、新しい面白いことやりたいから、新しい面白いってコスト悪いんですよ、当たり前ですけど。でも2つあったのね、きっとね。そう、枯れた方で、そう、枯れた方を出して、もうそっちは電話を受けて左から右でお金が入ってくるようにしたいですね。ね、それはそってこっちは、ね、今でもあれですか、その息抜きは何してる？ないですよ、息抜き。ご飯、美味しいご飯食べてます、ね、あ、ご飯もう本当に、ね、あの人間として大きくなっちゃいました。大きくなって、どん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 成長していく。そう、人物としてですね。はい、いけないいけない。でも良くないなと思うのは、あんまり僕実はこれでもあの人付き合い全然ダメな方なんですよ。はい、あのなんだろう、こうネアカっぽく振る舞ってるんですけれども、うん、もうネアは本当に引きこもりオタなので、うん、基本的に人と会うことがストレスの方が大きいというか、いや本当全然飲み会とか行かなすぎて誰からももう誘われなくなってるっていう。そう、年に2回お誘いが定番でかかる以外もうほぼなくなってる。、はい、いやでも私も7月に会社ができて10月から本格的に動いてるんですけど、全然飲みにとか行かないです。じゃあ行きましょうよ。これだ、これで解決ですよ。そう、これで解決しましょうよ。あれですか、逆にこの渋谷系みたいなところとはあんまりこうなんかコミュニケーションは、ちょっとリア充怖いなって。ちょっとあれから違う。大手町系とかも結構ね、あんま渋谷系とか。いやもうちょっとうちは田畑系で行きたいな。田畑系どこや。それ中小企業の工場じゃないですか。ちょっとキラキラした女子とかいたのもちょっとごめんなさい。そうそうそう、ちょっと僕には眩しくて。OK らしいです。ちょっと大丈夫ですか。欲しいものが取れた。多分これで前半全部なくなってますよ。前半全部切られて。